市場というのは、まあ、2025年に20年期 85% 増の12兆円と大きく伸びるという予測が出ております。でこのうちやはり8割近くを占めるのが電気自動車 EV の需要ということで、20年期の2倍に増えるという見通しがあります。やはりそこに向けて電池素材各社、まあ、各社も相次いで投資をしているという状況になっています。なので、まあ、そういう意味では、まあ、例えばトヨタは今1000km 以上 の, です、ね、あ の, この航続距離を出せるというふうな先日の発表でもあったんですけれども、まあ、既に中国製の EV のジーカーというところ で, です、ね、まあ、航続距離 1000m を既に達成して、おりますし、はい、まあ、それから全固体電池の特徴である、まあ、急速充放電ですね、こちらについても競争力のある技術が既に、まあ、実用化されております。トヨタはですね、いわゆるこの充電材の 10% から 80% までこう10分以下を目指すと、全体で10分目標ということでしたよね、はい、ですね、はい、目指すというふうにしているんですが、既に韓国のヒョンデではですね、まあ、10分を切る、まあ、18分といったところの仕様も出しておりましたり、あるいは中国のシャオテンといったところはまあ15分でできるというふうな仕様をですね、まあ、出してきたりしています、はい。まあ、ということもありまして、もともとその EV というのは日本が初めて世界に先駆けて量産をしたというふうなものではあったんですけれども、それで素材メーカーも世界トップシェアを持ってきたという過去があったんですが、まあ、そこで、まあ、中間の台頭ということがありまして、シェアも落ちてきたと。で、まあ、全固体電池はそういう意味ではこの新たなこのゲームチェンジャーになる、まさにその一発逆転を狙ったというところが言えるんではないかなとは思います。まあ、今後はですね、固体電池といったところ の, そのコストを下げたりというところで質を世界に競争に勝っていくためにも、こう素材メーカーとこのメーカーが連携した取り組みが重要になっていくというふうに思います。ここまで日本経済新聞の沖縄翔也記者の解説です。